ビタミンって体にいいってよく聞くと思うんですが、ビタミンが不足してしまうと体にどんな影響が出るのかっていうところをビタミン全集詳しく徹底解説していきたいと思います。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。そもそもビタミンって何なのかっていうところをお話ししていきたいと思います。数ある栄養素の中でも三大栄養素、炭水化物、タンパク質、脂質、この3つとビタミンとミネラルをプラスして、この5つを5大栄養素というふうに呼んでいます。私たちが生きていく上で欠かすことのできない栄養素であるということがまずお分かりいただけるのではないかなと思っています。現在ビタミンとして認められているものが全部で13種類あります。その中でも水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンという2つに大きく分けることができるんですが、水溶性と脂溶性ビタミンについてはまた別の動画で詳しく解説してますので、そちらも合わせてご覧いただけたらなと思います。ビタミンというのはたくさんある栄養素の中の総称になります。ビタミン A というのも別名レチノールとかレチナールとか、そういったものを総称したものがビタミン A になります。ビタミンってよく言うんですけれども、いろんな成分の総称がビタミンであるっていうのがまず一つポイントになります。5大栄養素の中の一つなのでとても重要だよっていうお話はしたんですけども、私たちの体にとって必要な量っていうのはとっても微量ではあります。すっごく少ない量なんですけど、絶対取りましょうねっていう基準が定められているぐらい、体の機能を正常に保つ上で欠かすことのできない栄養素になります。大きな括りで考えると、ビタミンの働きっていうのは三大栄養素、炭水化物、タンパク質、脂質がエネルギーとなる基本の栄養素になるんですけども、それを体のいろいろな器官で使うためのエネルギーに変えて、そのエネルギーを体の中で効率よく使うために体のこう潤滑油のような働きを担っています。いくらエネルギー源となる栄養素を取ったとしても、ビタミンがしっかり取れていないと体の中でうまく動かすために働いてくれないので、ビタミンはしっかり取るっていうことが健康の面でもスポーツをする方にとってもとっても重要なキーポイントになっています。もう一つ重要な働きを担っていまして、私たちの健康な体を維持するためにサポートしてくれる、そんな働きも担っています。ビタミンは体の悪い部分を修復するところをサポートしてくれたりだとか、体の外から来る例えばウイルスとか菌とか、そういったものに対する抵抗力、内的なストレスとか外的なストレスに対する抵抗力をつけるというところでもビタミンは重要な働きを担っています。でそんな重要な働きを担っているわけなんですけれども、その分ですね、不足してしまうと体にいろいろな影響が出てきます。ここからはビタミンそれぞれの働きと、ビタミンが不足してしまうと体にどんな影響が起こるのかというところを解説していきたいと思います。前提としてですね、先進国で現状ビタミンの欠乏症自体は少なくなっているというふうに言われています。なんですけれども、一方で不規則な食生活だったりだとか、無理なダイエットとか偏った食事を続けていくことでビタミンが不足しがちな傾向にある方も増えているというのも現状です。極端な欠乏症というところまではいかなくても、潜在性ビタミン欠乏症というものが増加しているというふうにも言われています。例えば体がこうなんとなく重いな、だるいなという疲労感、あとは食欲が出なかったりとか、体の抵抗力が低下してしまう、なんとなくこう体の不調が続くことを潜在性のビタミン欠乏症というふうにも言われています。そんなお話を聞くと、なんとなくもしかしたらって思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。ビタミンが不足している状態がずっと続いていくと、将来的には何か病気にかかってしまったりだとか、体の抵抗力が落ちてきてしまって風邪をひきやすくなったりだとか、かつですね、体の中で作ることができない栄養素になるので、食事で意識してバランスよく摂るっていうのが重要になってきます。ビタミンそれぞれの働きと、もし欠乏してしまったらどういう症状が出るのかっていうところを解説していきます。1つ目、ビタミン A についてお話しします。ビタミン A は粘膜と目の健康を保つために必要なビタミンというふうに言われていて、しっかり摂っていただくことで粘膜を丈夫にしたりとか、視力のサポートというところでも役に立つビタミンです。これが欠乏してしまうと、夜盲症といって暗いところで物が見えにくくなる、そういった症状が出たりだとか、皮膚が乾燥したりだとか、目が疲れやすくなってドライアイになったりだとか、そういった症状も出てきます。2つ目のビタミンはビタミン B1 です。
スタミナを維持する上で重要な働きを担っているビタミンで、糖質の代謝っていうところにアプローチしてくれるビタミンになります。不足してしまうと糖質からうまくエネルギーを作り出すことができないので、軽い症状でいうと疲労感が出ることがあります。欠乏するところまで行ってしまうと脚気という症状が出てきます。今はあまり聞きなじみがないかもしれないんですけれども、日本ではかつて国民病というふうに言われていました。室外腱反射って言って、膝の下をトンカチで軽く叩いた時に、健康な方だったらピョンって膝下が上がる、生理的に反射するんですけれども、室外腱反射がなくなるっていうのが脚気の症状となります。日本人は、お米が主食だったりして炭水化物の摂取量っていうのが多い傾向にあるので、ビタミン B1 っていうのは意外と不足しやすいというふうにも言われていますので、ぜひ意識して摂っていただきたいビタミンの一つになります。次がビタミン B2 になります。ビタミン B2 もですね、エネルギー代謝の面で重要な働きを担っています。特に脂質の代謝にアプローチしてくれるビタミンになるので、日頃脂質の多い食事とかダイエットされてる方とか、摂った脂質をうまく代謝してエネルギーに変えてくれるビタミンなので、しっかり摂っていただきたいなと思います。肌とか粘膜の保護っていうところにも重要な役割を担っているので、不足すると口内炎とか口角の炎症が起きたりとか、舌が荒れたりとか、その粘膜の部分の炎症が出てくる可能性があります。意識して不足しないように摂取を心がけていただきたいビタミンになります。次、ビタミン B6 です。ビタミン B6 もですね、エネルギー代謝の面で重要な役割を担っています。特にそのタンパク質を代謝してエネルギーに変えるという面で重要な役割を担っているのがビタミン B6 です。ビタミン B6 はタンパク質の摂取量が増えれば増えるほど摂取量が増えていくという特徴があるので、日頃ですね、高タンパク質の食事とかプロテインを飲むとか意識されている方は、より意識して摂っていただきたいビタミンの一つになっています。これが不足してしまうと皮膚炎とか、ひどい場合には貧血の症状が出る可能性もあるので、不足することないよう意識して摂っていただきたいなと思います。次、ビタミン B12になります。造血、血を作る上で重要な働きを担っているビタミンというふうに言われています。これが不足してしまうと狭窄が急性貧血といって、とても難しい言葉になるんですけれども、貧血の一種になります。めったに発症することはないんですけれども、極端にビタミン B12 が不足してしまうと貧血の症状が出る可能性があるので、これを防ぐ面でもですね、しっかり取っていただきたいなと思います。次、ナイアシンですね。ナイアシンは皮膚の健康を保つ上で重要なビタミンになります。ナイアシンが欠乏してしまうと、ナイアシン欠乏症、別名ペラグラというふうに言われるんですけれども、手足とか首などに皮膚の炎症が出てきたりだとか、口内炎がたくさんできてしまうことによって食欲が落ちたりだとか、そういった症状がいろいろ組み合わさって出ることが、ペラグラの症状というふうに言われています。次はパントテン酸ですね。高ストレスビタミンというふうにも言われていまして、私たちの体のストレスに対する抵抗力をつけたりだとか、自律神経を正常に保つところで重要な役割を担っています。なかなか不足しにくいビタミンではあるんですけれども、極端に欠乏してしまう状態が出ると手足のしびれが出たりだとか、頭痛とかめまいとか、そういった症状が出てくる可能性があります。パントテン酸の欠乏だけで出る症状ではないんですけれども、このビタミンが極端に不足してしまうことでもこういった症状が出るんだよっていうところで覚えておいていただけたらなって思います。次はですね、葉酸です。葉酸は造血に関与するビタミンでして、赤血球を作る上で重要な役割を担っています。葉酸が不足してしまうと赤血球の生成に関与しているっていうところで、巨石が急性貧血の症状が出る可能性があります。妊婦の方が葉酸不足してしまうと胎児の神経の形成に問題が出る可能性があるので、妊娠中の方は特に意識して摂っていただきたいビタミンの一つになっています。次のビタミンはビオチンになります。これは皮膚と髪の毛の健康に深く関わっているビタミンでして、不足してしまうと皮膚が乾燥して鱗っぽい乾燥肌が出てきたりだとか、髪が細くなったりだとか、切れ毛になりやすくなったりだとか、あとは枝毛とか、そういった髪のトラブルっていうところが極端に欠乏しなくてもですね、しっかり取れていないと出てくる可能性がありますので、ぜひ覚えておいていただきたいビタミンになります。次はビタミン C ですね。ビタミンの中
中でも一番身近なビタミンではないかなと思っています。ビタミン C はコラーゲンの生成に関与しているので、皮膚の健康だったりだとか、あと血管の健康というところでも重要な役割を担っています。あとは体がストレスをたくさん感じると必要な量もそれに乗じて増えていくビタミンになりますので、例えば筋トレで体に負荷を与えている方とか、激しいスポーツをされる方とか、喫煙が体にとってはストレスというふうに認識されるので、ビタミン C の必要量は普通の方よりも多くなっています。なので意識して摂っていただきたいビタミンになります。ビタミン C が不足してしまうと起こる欠乏症は壊血病と呼ばれる病気になります。これもですね、今ではあまり聞き馴染みがない病気かなと思うんですけれども、15世紀とか16世紀あたりの大航海時代、船での移動が主だった時代にたくさん発症していた病気で、それによってたくさんの船員の方が亡くなったっていうような病気になります。症状としては歯茎から血が出たりだとか、鼻血が出て止まらなくなったりだとか、あまりにもたくさんの方がこの症状を発症してしまうので、大航海時代に海軍の前線にレモンをたくさん配ったそうなんです。今はその極端に不足してしまうっていうケースは稀なんですけれども、昔はビタミン C の欠乏で亡くなる方もいたっていうぐらい体にとって重要なビタミンなんだよっていうところ、小話も踏まえてですね、覚えておいていただけたらなと思います。次がビタミン D ですね。ビタミン D は骨の健康に関わるビタミンになります。骨の健康というとカルシウムというところをイメージしがちなんですけれども、カルシウム単体では体にとって利用効率が良くないので、カルシウムを取った上でビタミン D を組み合わせて摂取するっていうところが骨の健康においてすごく重要なポイントになってきます。ビタミンというのは基本的に私たちの体の中で作り出すことができないんですけれども、ビタミン D に関しては太陽光を浴びて紫外線を受けることで体で生成することができるビタミンというのが特徴の一つになっています。最近はオフィスワークが増えたりだとか、お家の中で過ごすことが増えたりして、太陽光を浴びる機会というのはいつもに比べて減ってしまっているかなと思います。それによって体の中で作り出すことのできるビタミン D というのが減ってきてしまって、現代人は骨が脆く弱くなっている傾向にあるというふうにも言われています。そんなことからビタミン D が不足してしまうと骨の病気を発症します。低カルシウム血症っていう病気だったりだとか、骨が柔らかく脆くなる骨軟化症、ひどい場合には骨粗鬆症といって骨がスカスカになってしまって骨折のリスクが高まったりする骨の病気を発症することもあるので、お家の中でもカーテンを開けて太陽光を浴びるとか少し意識してもらったりだとか、もちろん食事からも取ることができるのでしっかり取っていただきたいビタミンの一つになっています。次はですね、ビタミン E というビタミンになります。血行改善にアプローチするビタミンだったりだとか、抗酸化作用のあるビタミンというふうにも言われています。血行を良くするところでアプローチしてくれるビタミンですので、極端に不足してしまうと血の巡りが悪くなる、動脈硬化とか、ひどい場合には溶血性の貧血という貧血の症状が出てくる可能性もあります。最後13種類目、ビタミン Kなります。ビタミン K は血液の凝固だったりだとか、ビタミン D と同じように骨の健康というところでも役に立っているビタミンになります。働きとしては出血した時に血液を止めるかさぶたを作るところで役に立ったりだとか、丈夫な骨を作るというところが主な働きになります。不足してしまうと出血傾向といって、出血した時に血が止まりにくくなったりする症状が出るのがビタミン K の欠乏症になります。ここまでですね、13種類お話ししてきたんですけれども、基本的にはすごく極端に偏った食生活とかをしない限りは比較的普段の食事を取ることのできる栄養素ではあるんですけれども、特にダイエット中の方とか食事制限されているような方は不足しやすい傾向にあるので、ぜひ普段の食事意識していただきたいなと思います。特に夏はビタミン不足に陥りやすい傾向にあるというふうにも言われています。汗をかくことで水溶性のビタミンが体の外に出ていってしまったりだとか、日差しに当たって日焼けすることで体にとってはストレスなので、ビタミン C の必要量がいつも以上に増えたりだとか、夏場は特にビタミンの需要っていうのが体にとって高まってくるので、簡単に食べれるもので食事を済ましてしまいがちなんですけれども、ぜひ意識していただきたいなと思います。では本日はビタミンの働きと不足してしまうと体にどんな症状が起こるのかというところを解説させていただきました。ちょっと長い動画になったかなと思うんですけれども、最後までご視聴いただいた方ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。